されてた後みたい、声も出せないくらい。一目見て私は決めました、この子を絶対連れて帰ろうと。彼もすぐ納得してくれて、一緒の生活が始まる。最初は人間に飼いついてたけど、優しい二人にはすぐに懐いた。子供のいない二人に巡り合わせてくれた猫、黒くてアトムみたいな身にした女の子、その名は浦。浦もすっかり家族の一員で、私と喧嘩をするのも日課になってて、見た目は猫でも女の子、人間と変わりはしない。パソコンをしてると寂しいのか、キーボードの上に乗り高いところで私たちを見守る猫浦。お家で留守番してる猫浦、私の車の音を聞きつけて、外まで聞こえる鳴き声は今日もお帰りの合図。サラリーマンをやってて、東京でそのやってた頃の歌を歌います。サラリーマンと OL に捧ぐ人間だものって曲を。私の応援、セクハラ上司と電車の力のまとめ。